こんにちは、あやです。今回はウームさんの方でバーチャル文化祭っていうのを企画されてたみたいで、私が所属させていただいてる事務所がエールっていう事務所なんですけど、エールはこうウームとティーガーデンっていう会社がこう共設した会社で、こうウームさんのこう企画のお話とかも聞いたりして、ちょっと今回は私も何かやってみたいなって思ったので、そのバーチャル文化祭っていう企画に参加させていただきます。文化祭ってこう考えた時に、自分の中で中高大の文化祭を思い浮かべたんですね。なんか文化祭イコール青春みたいなイメージがあるので、なんかイベントって感じで、なので高校の文化祭のことを結構思い出して、高校の文化祭の時に友達がなんか有志で屋台じゃないんですけど、なんか食べ物を作って売ってたんですよ。でそれが結構印象に残ってるというか、なんかすごいいろんなこう生徒もそうやし、保護者の人とかも結構買ってて、学校で食べ物を作ってるっていうのがもう非日常的すぎてすごい印象に残ってるので、私そのメンバーじゃなかったんですけど、友達がやってたので、なんか一緒に写真撮りに行ったりとかしてて、なんかほんまに楽しかったなっていう印象、今になってもなんか残ってるので、ちょっとそれを真似して作っていこうと思います。何を売ってたかっていうと、玉銭っていうのを売ってました。今目の前に売ってるんですけど、今回はここでその玉銭を作って食べながら、学生の時のお話をしていこうかなと思います。またこう雑談動画ということで、インスタグラムの方でこう学生時代限定みたいな感じで質問だったりとか、ご相談だったりお話の内容を募集させていただいたので、携帯見ながらやっていこうと思います。てかもうさっきからもうなんやねんそれって思ってるかもなんですけど、クマになりました。なんか色が違う。ほんまは学生の時やからっていうので、なんか制服みたいなのを着ようと思ってぽいのを着てたんですよ。やけどさすがにちょっと恥ずかしくなっちゃってやめて、でもなんかしたいって思ったのでクマになりました。でもなんかこれも今日はちょっとこの感じでやっていきます。それではレッツゴー。はい、では玉銭って何って思ってる方もいるかもしれないので、ちょっと紹介します。材料はエビみりん焼き、卵、目玉焼きを作ります。天かす、卵なんですけど、お好み焼きのソースかな、なんかうる覚えなんですけど、こんな感じやったかなっていうのでやっていきます。ここにじゃん、ブルーノのホットプレートを用意しました。これは旦那さんのいとこの方から結婚祝いでプレゼントしていただいたもので、もうめちゃくちゃ愛用しているものです。今日はちょっとこれせっかくあるし、ここで作れるのでここでやっていきます。はい、では早速作っていきます。あ、線繋いでなかった。線では火をつけます。温めます。ここで目玉焼きを作っていきます。もうめっちゃ簡単で、このエビみりんの上に目玉焼き置いて、天かす振って、でソースかけて終わりみたいな。今回もすごいたくさんの質問とかお話をありがとうございました。めっちゃ温まってきた。じゃあ油を敷いて、キッチンペーパーで、なんか油敷きみたいなやつ欲しいんですよね。じゃあ卵を割ります。いけるかな。緊張する。あー、言うと焼きます。あ、見えてない。こんな感じです。卵が火通ってなかったら、食べてる時に黄身がトロンって垂れてきちゃうので、水を入れて蓋して蒸します。なんかすごい。じゃあちょっと早速、高校生なんですけど、彼氏のタンプレとかどういうのがいいんですかね。高校の時は何あげとったかな、なんか服とかあげた記憶がありますね。おしゃれな友達とかも結構服をプレゼントしてる印象があります。あとはまあ冬とかになるけど、マフラーとかそういう冬小物とか、あとは何やろう、でもなんか今やから思うけど、服とかあげて私あれ実際喜んでもらっとったんかなみたいな思ったりもしますね。趣味と違うものあげとったかもとか思ったりもするんですけど、まあでもなんか周りの友達とか自分もやけど服あげたりとかしてましたね。あとカバンとかなんかな、どうなんやろ、そういうなんか結構こう身につけられるものとかがいいかなって思いますね。あんま高すぎずみたいな。手作りケーキとか作ってあげるとか、お菓子作ってあげるのとかもなんか喜んでくれそうな気がする。ちょっとできたかも。
じゃーん。あ、待って待って、カメラ不慣れすぎん。じゃーん、卵焼きができました。このエビみりん1枚出します。これ1枚出して、これでつく、そしてこの上に置くそしてちょっとこれは終わりなので、ここに天かす。あ、違うよな、さっきソースの方がいいかグダグダ、ソースをかけます。こうやって、なんかマヨネーズとかをかけてたりとかもしてたけど、私マヨネーズあんまり好きじゃないのでかけなんときます。そして天かす、これ貼っとるかな、なんかたまたま私の動画を高校のその時の友達とか見てたら全然ちゃうやんと思われとるかもしれん。貼ってとるかなまあこんな感じ、じゃーん、こんな感じの玉せんを作りました。これを作って売ってたなって思います。いただきます。卵のとこなかなかたどり着かなそう、うん、エビ満月とソース、えけど美味しい、うんうんうん、食べにくいけど、うんうん、君にたどり着きたい君にちょっとお話をしながら食べます。大学生のうちにしておいた方がいいと思うことはありますか。あー、大学の時か、なんか大学生からの社会人ってめちゃくちゃ差があるなって私の中でめっちゃ思ってて、てか多分みんなが思うと思うんですけど、いい意味でも悪い意味でも、なんか私的に大学の時はお金はそこまでないけど、社会人に比べたらけど、なんか時間はめっちゃあるみたいな。で社会人になったらお金は大学生の時よりかはあるけど、時間がもう全然ないみたいなイメージだったんですよ。なんか時間がないのってめっちゃもどかしいなって思ってて、あの私社会人1年目で保育士してたので、その時にもう時間がなさすぎてすごいもどかしいなって思ってたので、社会人になってからしたいこと以外のやりたいことは全部大学生の時にやった方がいいなって思います。もうなんか大学生の時にあれしとけばよかったなって社会人になってから思わんようなぐらい、とにかくやりたいことやった方がいいと思います。でもやりたいことやるためには多分お金も必要やから、もうバイトもしてお金も食べなあかんのですけど、そのバイトに関しても一個のことをずっと長く続けるのも全然いいことやと思うし、なんか私自身は一個始めたらもうずっと続けちゃって、もうそればっかりみたいな感じで、まあ私パン屋さんでバイトしてたんですけど、大学1年生の時から。そのパン屋さんが閉店するまでやって、でまあ就職時期になって、保育士になりたいからっていうのもあって経験したいなって思って保育所でアルバイトしたのと、あと卒業旅行行くためにお金貯めたいなって思ったので、その後もなカフェでバイトしたんですね、カフェのキッチンで。なんですけど3つ、まあ3つって言ったら多いっていうか、まあちゃんとまあ何個かしとるかもなんですけど、なんか私的になんかあの仕事もしてみたいし、今もなんですけどあの仕事してみたいなとか、あれああいうバイトもしてみたかったなっていうのもあるから、短期とかでもいいし、その1日とかの派遣とかでもいいから、なんかやってみたいなって思うバイト、やってみたいなって思う職業とかは、なんか大学生のうちにちょっとだけでも経験するっていうのはなんかいいのかなっていうのは思います。ヒルがなんか寝言言ってた食べてないな、うん、こっちについた。めっちゃこうやって持ったらちょうど肘がここになって、すごい行儀悪くて、美味しい。あ、学生の時バイトしてましたかは、大学生の時にパン屋さんと保育園と元カフェのキッチンをしてました。で学生の時部活してましたかは、中学校の時吹奏楽部でパーカッション打楽器をやってて、で高校でダンス部でダンスやってました。うん、卵くる、うんうん、ちょっとこれ頭痛くなってきた、外そう。文房具どんなの使ってましたかは、小学校の時は
なんかカンカンの3段の筆箱みたいなの流行ったんですよ。パチンって止める金具があって、それ開けて1段目でこう上取って2段目で最後ひっくり返して3段目みたいな3段の筆箱が流行ってて、それめっちゃ使ってたのと、中学校の時からクルトガとかがめっちゃ流行った気がする。クルトガとか使ってましたね。とはもう香り付きの消しゴムとかなんかあの可愛い文房具とかが売ってる雑貨屋さんに行くのが大好きで、なんかよくそこにお母さんの買い物のついでに連れて行ってもらって、なんかたまに買ってもらってました。わあ、高校生の時の席替えってどんな感じですかって。懐かしい席替え、どんなんやったんやろ。網戸くじとかちゃうか、くじ引きなんか番号先生振ってくれとってくじ引き、もう全然覚えてない。でも席替えめっちゃ好きでしたね。なんやったやろ。先生があの割り箸に番号書いてて、こう授業の時とかこう当てる時とか、その割り箸って書いとる番号の出席番号の子を当てるみたいな感じの先生がいて、席に番号振っといて、その割り箸生徒が引いて、その番号の席に座るやったかな。もう全然覚えてない。今ってどんな感じなんですかね、席替え。席替えめっちゃ好きやった。うん、シーブリーズ何色でしたか。うわ、シーブリーズもめっちゃ使っとった。なんか最初は多分ピンク使ったんですけど、なんか匂いをこう、いろいろこう薬局で試した時に、黄緑色、緑のなんかアップルのやつじゃなくて、黄緑色のなんか爽やかな香りのものがあったんですよ。なんか薄い黄緑色みたいな。もうその香りが大好きで、黄緑色がめっちゃ気に入って使ってた記憶があります。携帯デコってましたか？携帯デコっとったかな？ちょっとだけつけとったかな？あとはなんかプリクラとか貼ったりしてました。携帯の裏とかに。食べよう。ちょっともうちょっとソースかけよう。皆さんは卵、黄身が好きですか？白身が好きですか？私はどっちかっていうと白身の方が好きです。なんか高校の時これをみんななんか校庭とかでクッとおとととみたいな感じで食べてた記憶があります。と次、現役学生です。課題はカフェでやった方がはかどったりするのでしょうか。なんか人それぞれな気がする。なんかありきたりな答えやけど、なんか私は逆にカフェとかにで勉強とかは全くしたことがないですね。たまにあるんかな。なんかそれよりかは全然図書館とか、ほぼほぼ家です。なんかカフェとか行くまでの準備とか、なんか行くまでがめんどくさくなっちゃって、なんか家で自分の部屋にこもって勉強机で、こっからここまでの時間はこの科目、こっからこの時間はこの科目みたいな感じで決めてやってました。でも家やったら全然できなくて、でもそれカフェとか行ったらめっちゃはかどるっていう人もいるから、なんかほんまに自分に合う場所を見つけた方がいいのかなって思います。試験勉強はコツコツ派か直前詰め込み派かどっちでしたか。直前詰め込み派です。テスト前になって直前に詰め込むのがしんどってなった時に、もうコツコツやろうって試みるんですよ。だからテスト終わってこう次の範囲の勉強が始まった、授業が始まってからはちょっとずつこうその日習ったことをこう復習とかしてたんですよ。歴史とか数学とかもそうやけど、やけどやっぱもたんくて結局直前に詰め込んでた記憶があります。学生恋愛とかしてましたかとか、くまちゃんの学生時代の恋バナ聞きたいですって。学生時代の恋バナ、なんか中学生の時に好きな子がいて、付き合ってないんですけど片思いの子がいて、同じクラスやったんですけど、仲いい友達といつもなんか休み時間だったらもうずっと恋バナみたいな、私と友達こう歩いて行ってて、向こうからその片思いの相手が歩いてきて、こう当選簿みたいな、こういうみたいな、こういうやり取りみたいなとかをなんかされた時とかを、友達も私の顔見てニヤニヤして、なんか私はもうなんかまだやばいな、もう何がやばいんか分からんけど、もうやばいみたいな、なんかそんな感じでめっちゃ楽しかった記憶がある。中学生の時もう友達とひたすら恋バナしてましたね。メールとかでも恋バナやし、部活終わってからも恋バナやしみたいな、めっちゃ楽しかった記憶がありますね。友達がちょっと喋ってるとか見ても、なんかこう影から見てニヤニヤしながら見て、うわ喋ってるみたいなとか、そういうのがめっちゃ楽しかった記憶がある。彼氏ができてからはなんかこう付き合ったら自分がどうなるとかって付き合ってみないとわからないじゃないですか。なんか私は結構恋に左右される
彼氏に左右されるタイプやったなっていうのは思いますね。だからなんかうまくいってる時とかは結構穏やかっていうか正常運転やけど、ちょっとこううまくいってない時とか、なんかこうやきもち焼いてる時とか、でもそれをうまくこう言えない、なんかもう恥ずかしさもあるし、なんかなんでこんな気持ちになるんやって、自分の気持ちを整理できないので、こうモヤモヤしてたりとかしたら勉強も手につかんし、ズドンみたいな感じになったりとか、結構左右されるタイプやったなって思います。今はもう中高大と恋愛して、なんか今やったらあの時もうちょっと違うなんかこう対処方法があったやろうなって思ったりとかもするし、なんかそんなん気にせんでいいやんって思うこととかもあるんですけど、やっぱその時はなんかもう頭がいっぱいいっぱいで、なんかそんな感じやったなって思います。美味しかった。完食しました。てかめっちゃ美味しかった。おやつって感じでもあるし、こうちょっと小腹満たしたい時もいけるし、皆さんぜひ作ってみてください。簡単にできるから、ほんまに簡単、目玉焼き作るだけやからめっちゃいいと思います。レタスとか敷いてその上に卵を焼きのせてソースとかでもなんかいいかなって思うし、ぜひちょっとアレンジとかもしながらぜひ作ってみてください。ちょっとエビミリ食べようこれめっちゃ美味しい、大好き。これもうそう、せっかくこの文化祭っていう食べ物を作ったのに文化祭の話してなかった。中学校の時の文化祭の思い出は、中学校3年生の時になんか劇をやったんですよ。なんか刑事物の劇みたいなやつをクラスでやって、で私は音響係をその友達と一緒にやったんですけど、その劇の演技してるやつに合わせて音源を決めるのがめっちゃ楽しくて、なんか担任の先生もすっごい親切な人で、こういう音源欲しいですみたいな言ったらなんか用意してくれたりとかして、いい先生やったなって思います。でその時嬉しかったのが音響の賞をもらったんですよ。それがめっちゃ嬉しかったです。で高校の時の文化祭はもうザ・文化祭って感じの記憶が、なんかもう高校やなみたいな、なんかクラスごとに出し物考えてみたいなのを1年の時とかやって、なんか私らは仮装して写真撮るみたいなのをやった気がする。でもなんかジェットコースターをやってるクラスがあったりとか、あと何忘れたな。でもなんかそんな感じで友達と文化祭回ったりとか、それこそ彼氏と一緒に回ったりとか、なんかめっちゃ楽しかったなっていう記憶がある。じゃあそろそろ終わろうかな。はい、ということで今回はこれくらいにしようかなと思うんですけど、いただいた質問とかお答えできてないものとかもあるんですけど、くださった方ありがとうございました。最後つけとこう。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタやツイッター、楽天ルームもやってるので、よかったら概要欄から見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。